育てて孤児院みたいな感じなのかな。そう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 、孤児の中にあの人もあの人もあの人もいるよって言って直美さんが見てくれて、そう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 、私このね、喋る前世、ま、この話どんどんしていい？いいよ。喋る前世でね、まだあるんですよ。うん、私は、古代ギリシャ、紀元前500年ぐらい。そこまで思い出すんですか？出る時と出ない時があります。で、その時は出ました。で、後でね、調べてみて、なんか有名な人だったらいいなと思って調べたんですけど、かすらなかったんですね。プラトンとかアリストテレスのちょっと前ぐらい。だから一緒にいたかもしれないし、会ってないかもしれない。そのぐらいで、その頃のギリシャって、まあ、男性社会ですけども、先生がいて、その、弟子がね、何十人も何百人もいるわけです。で、私はなんかね、ちょっと太っちょの白いひげのおっさんだったんですね。だから、おじさん率高いですね。そうね。髪の毛のないサンタクロースみたいな感じでね、ギリシャのこんな感じの白い服着て、でそれのね、やっぱり弟子たちの前でね、2、300人いましたね。それは一般人じゃないです。さっきのお坊さんは村人たち。で、今度は、昔の学問をやる人ってあれ全部貴族ですからね、貴族階級の師弟たちの中で、まあ、私はねそのおっさんだったんですけど、まあ、熱狂的に弟子たちを教えてますね。教えてる内容は多分哲学だと思いますね。でなんか ね陽気でねやかな先生なんですよ。わははみたいなね楽しいおじさんなんですね。そのおじさんの学者の時に多分尊敬されていたと思うんですね。で多分頭も良かったと思うんですけど、その古代ギリシャの哲学者の時も喋ってたんですね。でもそれ全部今ね、うん、されてるから、うんうん、今の道はもうバッチリってことですよね。そうですね、うん、だから私もこう人生紆余曲折あってね、まあ、ここにちょっといろいろ悩みも、その当時のね辛かった、うん、自分の歴史もちょろっと書いてますけど、うんうん、自分のなりたい道に進めなかった、うんうん、そういうふうに紆余曲折して、一体私には何ができるんだろう、私は一体どういう人なんだろうってね、やっぱり人生の半ばで迷っちゃったんですね、うんうん、その後、まあ、前世療法に巡り合って、うん、でその目の前で個人セッション、その方をセラピーするだけじゃなくて、うん、私伝える方にシフトしたわけですよ、うんうん、このセラピーやってるセラピストさんっていっぱいいるけど、うんうん、伝える方に回ってる人はそれは人によりますよね。目の前の人を癒したいっていう、割と癒し系の人ってセラピストさん多いから、私みたいに聞いて聞いてみんな聞いてみたいな人はね、そんなに多いわけじゃないから。だけどそういうことをやり始めてですね、後でそれをが分かって、私はこれがやりたくてセラピストになったんだなってね思いました。やっぱやりたいものについた方がもちろんこう、はいはいはい、ね、うまくいくでしょうしね、うん、いろんな、もちろんです、仕事もね。またねこのヒプノセラピーをやると、うん、宇宙人の次はですね守護霊の話なんですけど、ほう、自分の守護霊とも会って対話ができるんですね。まずはその前世生まれ変わり輪廻転生ってありますけど、はい、これ自分で選んで決めてるんですよ。でその、決める際に、うん、その守護霊とともに今回の人生は生きているので、どういうふうな人生を選ぶのか、どういうミッションなのか、うん、それを守護霊とともに計画して、たとえね一度も気がついたこと見たことがなくても、うん、必ず守護霊とともに私たちは人生を生きてるんですね。そして自分の方針に従うと、うん、守護霊が応援するんですよ、うん、だから、自分の方針に従った方がうまくいきますよねってね、うん、今おっしゃってくださったけど、うん、応援が来るんですね、うんうん、自分の魂に沿って生きると応援されるんです、うん、本当のことを言うと守護霊はいつも応援してるんですよ、うん、いつでも応援してるんだけど、うんうん、自分が魂に沿って生きないと応援できないんですよ守護霊は、うん、だそうでしょ、計画してやろうと思ってることをやってくれなかったら手伝いなんですよね、うんうん、でずっと手伝うのを待っていて、自分が本音本心魂の計画に沿って動き始めると守護霊は待ってましたって言ってね、応援するんですよ。でもあやさんも、あ、これってなんか見えない力に応援されてるって思ったことないですか？結構ありますよ。ありますでしょ。そういう時って、うんうん、本当に、うん、トントン拍子に誘導、移住もまさにそうでしたよ。どん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 話が進んじゃって、そう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 、そうそうそう、こんなことあるわけだよね、うん、あったーみたいなね、そうそうそう、うん、考え不要というか、そうそうそう、こっちの計画は、うん、計画っていうかこっちの思いは踏み倒されて、うん、どんどんことが進んでるんだよね、流れに乗れるんですね、うん、これも誰でもそうなるわけでもないし、うん、なんかね一生懸命お祈りしたからなるわけじゃないんですよ、うん、
神様を頼ったからじゃなくてですね、うん、自分がまあね、その正解を、だから私はいつもピポピポンって言うんですけども守護霊がですね、はい、まあ、カランカランカランでもいいですよ、ベルを鳴らしてるんですね、そうそうそう、はい、オッケー、じゃあこっちのコース行ってみよう、はい、レッドカーペットみたいな感じでね、だからあやさんがそういうことをたくさん経験しているということは、まあね、ヒプノセラピーは受けてないけれども、ちゃんと自分の魂の本質本音にちゃんと焦点を当てることができて、それを生きているという証拠だと私は思ってますね。だからあやさんみたいにちゃんとね、何らかの形で誰の力も借りずにそこに、そのコースに乗れた人はいないですよ ね、 ね、魂の声聞いたら全然違うもんねあ、でも逆に応援が来たらも合ってるので、あ、そうなんだ、応援が来たら合ってます。でもあの意外と 無計画っていうか、あんまり考えてないから、うん、逆にあれなのかな。でもそれは多分自分の声は聞いてるんだと思いますよ。いや、面白いね、前世療法。そう言っていただけると嬉しいです。ちょっと、はい、こっち、うん、ちょこちょこ違いましたね。ちょこちょこ違います、ね、そうです。でこっちの方でね、あのこれ出す間に何年か経ってますので、うん、加わったエピソードもありますし、うん、あとはその、やってみた人からのね、うん、あの質問とかも受けるもんで、これってどうですかって聞かれて、うん、あ、これよく聞かれるなと思ったのちょっと付け加えたりしてますので、うん、バージョンアップしてます。いや、しかしさ、前世宇宙人かどうか知りたい人ちょっとかかった方がいいかもしれない。あ、いっぱいいますよ。いるよね。でね、今ね、皆さんの宇宙人度が上がってるし、この宇宙人だったことを思い出す人が増えてるんですね、うん、これね、きっと並木さんも言ってると思うんですけど、時代の流れなんですよ、うん、なのでもうなんだろうな、皆さんの宇宙度が上がってるとも言ってるし、あとあの聞きませんか、あの生まれてくるお子さんたちがね、宇宙っぽいんですよね。体内記憶とか生まれる前の記憶とかを覚えてる子増えてるとかで言いますね。そうです、そうです。宇宙から今のこのタイミングの地球を目指して生まれてきてるお子さんがもう増えてるんですね、うん、お子さんとか言ったってね、もう私自分の子供成人してますから、うん、もうそのぐらいの頃から増え始めていて、うん、今の若い人、今の子供、そして今の赤ちゃんやこれから生まれてくる子供たちのスピリチュアル度がどんどん上がってるんですね。うち、うん、孫5人いるんですけどびっくり、それはびっくりだもう孫たちもめっちゃ、うん、ちょっと宇宙人、ね、そうです、そうです、うん、そしてそれは今の大人たちにいろいろね、こう、うん、教えるというかリードするように、まあ生まれ変わりっていうのが本当にあるとするならば、うん、はい、小さい子の方が生まれ変わってるわけですからね、はいはい、向こうのが先輩ですよね、はいはい、今ね、その先輩魂がどんどんね、なんかね、集結してるよみたいですよ。でね、私あの、まあ、クライアントさんたくさんいらっしゃるので、うん、例えばあのお子さんと接する職業の方ってね、たくさんいますよね、うん、でその例えば保育士さんとか、うん、小学校の先生とか、あとなんかいろいろお子さん向けの教室の先生とかね、うん、そうすると子供が変わってきてるって聞いたことあるけど、どうってね聞くとね、もう現場の皆さんがみんな口を揃えて、そうなのよって言いますね。私自身はそんなにね、たくさん子供と接してないし、まだ孫もいないんですけど、でもあのお子さんと触れてる方々はみんないますね。でそのクライアントさんもお子さんが小さい方、うん、あるいはお孫さんがいる方が、うちの娘ちゃんね宇宙人なのよっていう人が本当に増えてるし、記憶を持ってる人も増えてますね。あ、いますね。もともと覚えてる人が増えてる、うん、それから私の仕事は、忘れている設定で生まれてきてるけども、うん、人生の途中で思い出すというね、それを助けるお仕事なわけですよ、うん、だからね、なんかわかんないけど、私には理由とか仕組みはわからないけども、覚えてる人や思い出す人が増えてるんですよ、うん、で私は増やしております、うん、でもね、それが今世のなんていうのかな、生きる、うんうん、目的っていうのかな、うん、あり方だったり、はい、やってることが合ってるか合ってないかとか、自分の魂に嘘つかないで生きていく道しるべになればね、はい、すごいいいですよね。自分で一人でもんもんと考えるよりはさ。で私たちのちょっと前の世代ね、うん、まあ、あやさんや私が子供の頃の大人たちって、うん、もうべきで生きてるじゃないですか、うん、心よりも物やお金、うん、目に見えるもの、形にあるものっていうのを重視して、うん、みんなと同じがいいとかね、うん、これが正解っていうものを生きてる時代が私たちの前にあって、まあ、私たちは過渡期ですよ。そうですね。その自分の本音本心よりも、例えば世間とか社会とかね、うん、
今な流れが完全に変わってるんですよね、うん、だけどまだその古い価値観に縛られたりね、うん、その影響を受けてあるいはそういう人たちに囲まれて苦しんでる人が、ね、いっぱいいるわけですよ、うん、まだいますよ、いっぱいいます、うん、だけどそういう方々に思い出してもらうっていうツールを使ってね、うん、え、こんなことしてる場合じゃなかったみたいな、あんまり悩みすぎて、はい、精神科なんか行ったら病人にされちゃうからね。そうですよ。だから自分が思うように生きにくいとか、はい、生きられないなとかちょっとなんか違うなと思った時に、はい、精神的なねお薬飲む方に行くんじゃなくて、はい、こっちの治療の方が全然健全よね。もちろんですよ、うん、でそれは要するにこう型にはめて、うん、今までの枠から外れた人に枠に戻ろうよねっていう治療じゃないですか、うんうんうん、私のやってることは、その枠いりますか、うん、あなた枠の中にいていいんですか、こういうね方向性なんですね。もう本当解放そのものだと思いますね、うん、どんなにいろいろなことが分かってて、うんうん、結局さこの次元で社会生活を送らなきゃいけないわけだから、うんうんうん、いかにね、うん、あの自分らしくこの社会で生きていけるかっていうのは大事です ね。ちょっと前までは自分らしくなってるのはね叩かれてたわけですよ。何が自分らしくですかっていうことでね、自分らしくなってわがままと言われたり自分勝手って言われたりね、社会の落語者ってレッテルを貼られたりしてるんですよ。バランスですよね、うん、で自分らしく自分らしくって言って、うん、あんまりこう、うん、違う自分らしくも困っちゃうからやっぱバランスがね難しいところでございますけれども、はい、ちょっとじゃああまりにも話が面白くて取り留めもないので、はい、ちょっとセラピーをやってもらうときどんな感じでやってもらうのかってこう最初なんかこう先生の雰囲気っていうか、そうですね、うん、例えば目をつぶってくださいとか、うん、そうそうそう、ちょっと、やってみましょうか。やってもらってもいいですか、うん、どんな感じっていう誘導ですよね。そう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 、うん、ね、全然本当簡易的なのです。前世の誘導してもらわなくていいんですけど、うんうんうん、どんな風にスタートするのかなと思って。これ私の、この誘導音声、録音もついてるやつなんですけども、うん、それのイントロのところをね、はい、ちょっとやってみましょうか。はい。はいはい、じゃあ、目を閉じて。はい。じゃあ、あやさんで呼び名でいいですか。はい。これから、あやさんの過去世へ遡る。短い旅へお連れしますね。考えない、疑わない、否定しない。楽で自由な感覚で、今日自分に必要な過去性を受け取ってください。これから全身の力を抜いていきますよ。まず足の力を抜いてください。足先、足の甲、足の裏、足首まで。足先の力をダラーンと抜いてください。こんな風にね、全身の力をね、抜いていただくんですよ。じゃあちょっとね、その続きね。はい、そして、足の力を抜いて、腕の力を抜いて。これ横になってやるんですか？こういうベッドみたいなところ。グループ体験の時は座ってやる時もありますね。あ、なるほど。でも基本的には、リクライニングチェアや、人によっては、ベッドとか、お布団のでもいいんですね。全身の力が抜ければいいんですよ。あ、なるほど。だから今はね、ちょっと背もたれが 100% じゃないから、本当は同じ椅子でも、例えばこの姿勢だったら壁に横たわっちゃったのね。力が抜ければいいわけね。全身の力がどこにも力が入っている。椅子だと難しいですよ。椅子から落っこちゃうからね。で、足、腕、体、頭の力を抜いて、全身の力がダラーンと抜けた状態になってください。で、その後ね、イメージをやるんですよ。これからイメージを練習します。一輪の花を思い浮かべてください。見たことのあるお花でも空想のお花でも何でもいいですよ。できるだけ具体的にリアルに細かくイメージしてください。どんなお花、どんな色ですか、どんな形ですか、花びらの枚数は何枚ぐらいですか、その下の茎を見てください。どんな茎ですか、長いですか、短いですか、細いですか、太いですか。今度は葉っぱを見てください。どんな葉っぱ？大きさはどのぐらいですか？どんな緑色ですか？葉っぱの表面に葉脈は見えますか？お花のイメージですね。結構細かいんですね。これはね、私の特徴なんですよ。セラピストさんによっては、目を閉じて、じゃあ小川を渡ってくださいみたいな簡単なのもあります。私のはすごく細かいので、これでも、だいぶ削ってるんですけどね。っていう感じでこう誘導、はい、練習して、それで誘導して、そうです。そして目を閉じたところで
これから私が3つ数を数えたら、あやさんの今日必要な過去性にたどり着きますよ。数えますね。3、2、こんな感じでやるわけですね。ズームでもできるの？できますよ、できますよ。はい、先生のセッションを受けたい人なんかはちょっと概要欄に貼らせていただこうかと思うんですけど、そうですね、あとスクール、そうですね、今ね、私基本的にはスクールの方を中心で、入ってくる生徒さんたちに個人セッションをやるので、その方々をやるのでも、いっぱいかなっていうのがあるので、入門してくださる方にはやってるんですね。今いろいろ仕事のやり方ちょっと今見直してるところなので、ちょっとこれから先変わるかもしれないんですが、今は基本的には私は先生をやってますね。あとはやっぱり YouTube、インスタライブやってて、基本的にはね、喋りたいんですよね。じゃあ、はい、でもこういうの買っていただければ誘導するダウンロードがついてますから、ご自身で。そうですね。でもね、やっぱり先生に見てもらって自分の過去性が宇宙人かどうか知りたいって、ね、そうですね。あとはですね、私3年間で100人以上の、セラピストさんを養成しまして、でその方々で、もうデビューしている方もいらっしゃいますので、私の、インナージャーニー講座というね講座をやってるんですが、そこの卒業生の皆さんが今セラピストとして全国で活動してます。そうかじゃあそういう人たちに受け、そうですね、受けて、そうです、なので同じだってことですよね。そうです、手法は同じですので、近場の人に、ね、やってもらうのがいいですもんね。でもね、私はズームはおすすめするわ。あ、そう。やっぱり、ね、皆さん全然受けたことないと、やっぱり対面があっておっしゃるんですけど、私両方やりましたけど、催眠にどのぐらい入ってるかって体感で分かるんですね、慣れてくると分かります。でそしてね、初めて受けた時に、ね、あ、ちゃんと入る、普通だ、同じだ、あ、結構深いみたいにね、自分でやってみて分かったので、ね、比べたことがない人だと分かんないと思うんですけど、同じです。面白いですよ、動画撮りながらね、うわーとか泣いちゃったりしてね、私も泣いてる、これ録画してんのみたいな時があってですね、自分で頼んでおいてですね、恥ずかしかった時ありますね。先生のお弟子さんたちから受けるとか、はい、あとは先生のところで受講するとか、そうですね、いろんな方法があるそうなんで、そうです、私グループ体験会オンラインでもやっておりますので。ああ、そうだね、まずはそれがいいですよね。ちょっと、どういうふうに申し込めば、ね、私公式 LINE をやってありまして、その公式 LINE で次はどんなセミナーいつやるのっていうのをね、お申し込みを受け付けております。じゃあそれは概要欄の方ですね。だいたい月に1回ぐらいのペースでやってますけど、サボっちゃうかもしれないんですけどね。はい、YouTube ライブ、インスタライブでも告知はしておりますけど、一番確実なのは LINE かな。はい、というわけで、皆さんのこれからの未来がですね、今いろんな時代がやってきそうですけれども、今よりももっと生きやすくなるようにということで、前世療法の根本先生にお時間いただきました。根本でした。よろしくお願いします。